ケイトウジュマンダラサメ編制作委員会メンバーの富楽茂弘です。普段はサメをはじめとするさまざまな脊椎動物の DNA 情報を扱う研究を行っています。今回普段の研究とは一味違ったケイトウジュマンダラ制作というサイエンスとアートを混ぜ合わせるような企画に参加することになりました。ケイトウジュマンダラというのはこちらにありますようなさまざまな動物のイラストを進化の道筋に従って枝で結んだものです。今回はサメを主な対象として制作します。サメのいわば親戚であるエイやギンザメも合わせると現存する種の数は1000を超えます。体の大きさや暮らし方、そしてエラやヒレの位置、形、数など非常に多様です。私自身は何と言っても流線形の体と泳ぎ方に惹かれます。今回制作委員会メンバーとして加わることになったきっかけは、以前ケイトウジュマンダラ売り場でサメバージョンは販売してないんですかと普通の客の目線で尋ねたことでした。制作の準備を進める中で多様なサメやエイがいつどのように分かれてきたのかについて非常に情報が乏しいということ、そしてイラストの元になるような素材も非常に限られているというような難点があらわとなってきました。しかし他のメンバーとともにこのマンダラ史上最大の難関に挑みます。私と同じようにサメやエイに惹かれた方や生き物の進化にロマンを感じている方、ご支援いただけるとケイトウジュマンダラ制作が実現するかもしれません。お部屋に、オフィスに、あるいは教室にサメのケイトウジュマンダラを飾ってみたいと思いませんか？ご協力どうかよろしくお願いします。